新選組三番隊隊長、お斉藤はじめ。普通に会えてる。先日は名乗りもせず失礼した。構わんで、いずれまた会うと思うとった。せやけどあんた、あれからほんまに新選組に入ったんやな。例の近藤勇に会うためにかいな。さあな、悪いが入隊の報告をしにここに来たわけじゃない。あんたに聞きたいことがあってきた。ま、あんたとは知らん仲やない。話くらいは聞いたろう。坂本龍馬って男があんたに面会しに来たはずだ。会ってたよな。そいつの話を聞きに来た。ほう、坂本龍馬。覚えないわ。何も言え。勝倫太郎って幕府の人間がここへ連れてきた男だ。覚えてんだろ。そんなに昔の話じゃねえ。そうか。せやけどあかんな。全然思い出せん。ゆっくり思い出してくれて結構だ。時間はたっぷりある。こっちに時間あるとは言うとらんで。なるほど。薩摩ってとこはよそ者を寄せつけない。噂に聞いた通り秘密主義ってわけだ。だが俺を帰らせたきゃさっさと思い出すんだな。そしたら斉藤は、はっきり言いますわ。どうなんの。わしは坂本龍馬いう男と会うたことは一遍もない。もうわしの答えはこれ以外に出てこんで。なんで隠すんだ。その坂本龍馬ってのはあんたにとってそんなに重要な男か。合ってたよな。なれん駆け引きはやめとけ。あんたには似合わん。坂本は長崎でイギリスの武器を仕入れているらしい。その武器を買うのはあんたら薩摩ってこと。全部言うやん。知らん言うとりますやんか。向こうは何も言ってへんのに。さっきのやつ来た。そろそろお帰りの時間や。今度はまた仕事抜きで飲もうやないか、斉藤はん。斉藤さん、無駄足でごわしたな。西郷先生は新選組なんぞ眼中に相模藩では。門番にまでちょっと煽られてるやん。相模藩、ドラクエ3の最初のとこか。何の収穫もなしに戻るしかねえな。斉藤さん、あ、お待ちを。気持ち悪いハゲ。山崎か。局長がお呼びです。坂本龍馬の調べを報告してくれとのことで。お前に言うたら何伝えてくれるんちゃうんか。それじゃ局長に会えるのか。もちろん。場所は祇園にある料亭朝日屋。局長はそこでお待ちです。ただしその場所は他言無用に。たとえ相手が新選組の大使であってもです。わかった。こういう風なやり取り見てたら山崎っつうのはすごいんやな。なんかそんな情報を得てもええって。
あんな気持ち悪いハゲやのに。奥さんまた財布なくしたん？じゃあどうぞ僕の大根です。こんな立派なものを。夜やから、夜やから、ムクロが行こう。料亭行ったらお話進んでまた朝ってなりそうやしな。どこやここ。荷物まだかな？あ、そんなあったな。めっちゃ夜まで待ってた。ごめんなさい。ありがとう。こいつ何が見たいって言うとったっけな。持ってたっけ？持ってないな。女の子が絡まれてみるとちょっと止めとこう。死にさらせ。邪魔なやつ。度胸やな。殺したるわの怖さ。これ助けた後、ありがとうございましたみたいなないねんな。よいしょ。いやー夜は雰囲気あるわ。いらんもんって何やろな。いややっぱもう割れたまな板ぐらいしか。銀なんかな。銀なんや。え？旦那の使用済みってだけで価値が上がる。おっと。使用済み？そういう感じじゃないねんけどな。ああ、なんかおったな、こいつ。もう、また拾いに行かなきゃいんな。どんどん草なるぞお前。よし。あ、動物。うん。大丈夫か？活力弾やぞ。いや、やめよう。傷薬や。起き上がれた。かわいい。へっへっへっ。あ、おい、ちょっと名前増えてる。
ちょっと名前増えてる。ちょっと増えてるやん。自信がついたらって。お、やろうやろう。大丈夫か？大丈夫か？はっ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 、早っ。はい、ダメ。全国回ってそれかいな。世界回ってこい。世界を見てこい。喧嘩屋から足洗った時、その体どうすんねん。社会復帰でけへんぞ。ここやな。うん？お、来た。どんなんやろ、亡霊って。ここや。あー、オーソドックスな BGM。 え、うわー、すげえ。ほんまもんやん。ポジティブ。あ、弱い。痛そう。え、まだやって言ってる。あ、弱い。めちゃめちゃ弱い。亡霊じゃないんか。なんやこいつ。明るい。おい、あんまり喋るな。
何？背中にヤートが刺さってるから。前にも刺さってるわ。あの紫のエフェクトどうやったんよ。プロジェクションマッピングかいな。え？ああ。これもちょっと申し訳ないけど、亡霊かと思ったら亡霊じゃなかったと思ってたら亡霊やったパターンちゃう？いつもの。ああ。錦鯉の守り。ほら、ほらもう。ほらもう。無念やったやろうに。ああ、めっちゃギャラリーおるやん。錦鯉のお守り、なんやろな。お守りってなんや。あ、これか。敵との遭遇率上昇。やかましいわ。なんじゃこれ。お、そうや、もう大概サブストーリーやったし。ここで人生終わりかない。金増えるようにしとこう。そう、生地サブストーリーが見えてしまうからやってしまうんや。しばらく見えへんようにしとこう。めっちゃ鳥おるなここ。チンピラや。行け。いやー、この入り口で雰囲気作ってんのおもろいなー。これ努力してるよなー。朝日屋へ向かおう。ん？あ、チンピラかあれ。あ、腹ペコ猫。また腹減らしてるやん。まだ一匹食うたんやぞこいつ。なに？そんなん言うてないって多分。うせやん。
持ってんのかいマグロ。ご期待ください。どうやって食うてんその体で。アナコンダかお前。マグロ食いたなってきたし。もう全部勝手にこっちが思ってることや。マグロでええよ。あなんや。誰か。河原版売り、ああはあはあ。なんか悪い記事でも書いたんちゃうんかお前。うわー、ああ黄金刀。どっか行ってもた。普通に歩いてるんや。あー黄金刀。あー来て、こっちこっち来て、こっち来てよ。もうあー右左に出て行って、右から出てきた。うわうわうわ、ドリフやん。シムケンがやるやつやん。なんやねん。ずっとおるやん。ずっとキョロキョロしてるやん。おっかしいな、この辺のはずやねんけどな。いやもうお前らに興味ないわもう。よいしょー。ああもう違うやつや、もう歩いてんの。なんやねんお前のその頭につけてるやつ。屋根なん。家のコスプレしてんのこいつ。うん？お？別に答えたったらええやん。否定か肯定かしせえよ。いや。え？はい。インタビュー。え？インタビューってなんや？
おう、そんなものがあるんか。ええ、ニュースペーパー。お、いや、場所も職場に来んのやめてえな。表示なしでいきなり起こるサブイベントはドキドキ感があるわ。さあどうなった？重量、重量までいってんのにまだゲージがいまいちやねんな。まだ3分の1ぐらいじゃない、4割ぐらいか、4割ぐらい、やっと半分か。これはもう横綱まで行くか、まあ、大関ぐらいまで行って結局引退して格闘家がプロレスラーとしてデビューするかやな。さて、テラダヤ、夜中なんかありそうやったな。夜中かどうかわからんけど、もしかしたら夕方やったんかもな。薬はどうやろ、いけるかな。夜はやってないか、やってる。いらっしゃい。ジジイやのに夜起きてんねんな。よし、ああ夜やったらこれ、うん、また話変わってくるから、歴史が変わる瞬間、うん、いろいろ一新した、はいはいはい。いやそうやけどな。さすがにここまでは一緒やで、うん。おお、体がたける、力が体の奥底から溢れ出してくる、完成。うん、めまい、うん、大丈夫大丈夫、うん、虚無感でいっぱい。やる気起きん。いやもうちょっともう無理っす、なんか、いやなんかもう全然そういうのじゃないっていうか、やっと謝ったなこいつ。よしよしよし。うわうわうわ。こんなことが起こってて、よう品物探す気になれるなこいつら。こっから寿司三昧までの道で
揉め事に巻き込まれたら終わりや。寿司三昧。いらっしゃいませ。よし、特選寿司三昧。めちゃめちゃ腹減ったわ。どうもお気に。めっちゃ腹減った。ずっと座ってるやん。明かり明かり明かり。ああ。井戸でチンピラを消して。あらの。あかりちゃん。こいつ。火の打ちどころがない。何にもおかしな感じもないし、こいつ。どうなるんやろ。驚いてるやつも来るかもしれんって思うよな、もう。はしょりすぎやわ。一応とりあえずまずは祝う男。やる。翻訳レベルの話やぞ。なんや。なんやなんや。わかりやすい形で減ってる。減った。減った。完璧な驚きツッコミやんか。でも全額持っていかれたわけじゃないから、やっぱあれかな。あの男が悪いことしてるわけじゃないっぽいな。よし。よいしょ。腹が鳴ってる。どうや？あ、違うわ。見えるようにしてない。2階かな。
あれ？おお、もうダメだ。なんやなんや。入るか。入るよな。なんやなんや。ああ、なにこれ怖い。死ぬしかない。なに？え？わあ。お札の人っぽい。いや。死ななくていい。うん。ん？夏目創作。あ、夏美創作。ああ。いえ。ああ。締め切りとかあんの？なんやねん。上限？いえ。ああ。はあ。猫やわ。おまはんは猫やわ。丸も二つやからもう犬か猫やわ。しい豚しかないだろ。私は癒やしい豚でございます。まあ猫にしとくわ。ああ。しっくりきてるな。似たやつあるから有名なやつが。大丈夫かこれ。あ、いる。また後で来たやんか。よし。行くか。もうそろそろ腹も減って。ダメ。の前に猫がどんな感じで過ごしてるかちょっと見たい。ただいま。おお、またゲロ吐いてるやんけ。よくやったな。なんなん赤い布を持って帰るの。なんなん、怖いわ。お、
なんや、飛脚、お手紙です。ん？ん？なんやこいつ。え？あ、黒ひょう飛脚団の団長平川さん、ファイブでのタクシー会社のジムの人や。何？団長やったんや。はいはい、星と牧野がね。ただ勝負を挑まれたからダブルスコアで戦っただけだ。いや、なんで飛脚にならなあかんねん。え？黒ひょうメンバーズになれって嫌や。うん、僕はバカ真面目の方なんで、ちょっと黒ひょうには興味ないです。早く野菜を収穫したいんや、俺は。さっさと帰れ。うちの犬が頸動脈に噛みつくぞ。私ジョーかな。黒ひょうの司令塔こと黒ひょう飛脚団の稲本だ。貴様を倒す準備が整った。早速勝負と行こう。はい。まあ、いつもの場所な。あ、いつもの場所じゃないか。はあ、一応、手紙届けに来たんや。ただの飛脚やん。やっとるやないか。遊んでもらったんやったら、じゃあ慣れてあげるか。よしよし。いや、毒がやばい。料理成功率神、犬小屋を超豪華に。よし、これも豪華にして、じゃあ朝鮮人参も作れるようにしちゃうか。あ、ダッシュ強化や、忘れとった。最速。うわぁ、豪華。色とか塗ってる。うわ、すげえ。絶対どうでもええ柵とかつけてる。豪華にしたなぁ。すげえなぁ、これ。オクタゴンになってるやん。
うわ。毛布っていうのは家の中か。あれ、餌もらったんやったら、あ、餌もらった、まあ、慣れてやるか。よしよし、かわいい。あ、こっち見てる。ホワイトス。ホワイトス。よしよし。なるほど。掃除もしなきゃな。びっくりした。おっさんがその辺歩き回ってる間、私は掃除とかもせなあかんのよなっていう大きい独り言聞かされてる。はい、すぐ猫の毛布超豪華にしちゃう。里芋も OK か。いや、里芋やめて朝鮮人参に取り掛かるか。朝鮮人参はどんなスペースやろ。ひとます。気持ち悪い。よし、あー、どうしよっかなー。お、こっちにおる。どうなったの？そんな良くなったかどうかよく分からへんな。こっちの方がええんかい？お前らは。ああ。どう見ても一匹分しかないけど。いや、もうそこはもうこの一つのこのなあ、カゴの中に二人がこう、二人っていうか二匹が寄り添って寝転んでさ、白と黒がこううまいこと合わさってこう2匹が揃って寝てる形がハート型になってますみたいなやつになって、それを俺写真撮って瓦版に載してさ、いっぱいリツイートとかしてもらいたいけどな。浅漬けでも作ろう。さあ来い。
よし。ふう。さて作るか。よっ。お。うん。よし。左手機能してないわ。味を見てくれ。どうだ。ん？ん？まあまあってところ。もうちょっとやんけはるか。よしやるぞ。やるしかない。はるかと仲良くなって締める。さあ来い。味を見てくれ。悪くないだろ。うまくできたようだな。うわ、もうちょっとや。もうちょっとや。うん。もうちょっとやな。しよう。それはしよう。浅漬けの方が早くできる。工程が少ないから。さて作るか。お、うん、お、うん、うん。よしやるぞ。ソシャゲのリセマラするときみたいな。お、よし。こうやるのが一番早い。一口食べて。悪くないだろ。感想も聞かへんから。この味誰も真似できないぜ。よし。掃除もしなきゃな。どけ。おじさん。お前との親愛度をあげるために料理するんや。どけ。さて作るか。キュウリを切らせろ。いや。その思いがすべての判定を量で。あ、よし。うまくいったな。一口食べてみてくれ。どうだ。うまくできたようだな。よし。やさ。はるかとの絆やさ。おお。ちょっと待てよ。布団かな。布団でのなごみイベントを見る。これでしょ。これは来るやろ。でい。来た。お前眠くなんの？それじゃあおやすみ、おじさん。おう。掛け布団とかないんや。猫も近くおるのかわいい。おじさん、もう寝ちゃった？
いや、起きてる。どうかしたのか。なんで眠れてないの。ううん、ちょっと寝つけなかっただけ。あんなに眠かったのに急に目が冴えちゃった。その頭のまんまだよね。ねえおじさん、おじさんは寂しくなることってある？選択肢が出るとか聞いてないわ。まあこれはあると言っておいてやろう。もちろんあるさ。家に帰った時に、はるかがいない時とかな。結構寂しく感じるもんだぞ。そっかだが、そう感じるようになったのも最近のことだ。以前は寂しいということがどういうことかもよく分かっていなかった。え、どういうこと？早いうちに両親を亡くして、俺にとって孤独は当たり前のものになっていたからな。それを寂しいと感じることはなかった。いわば孤独に慣れていたんだな、俺は。孤独になれる。ああ、今考えると孤独で寂しい日々だったのかもしれない。だが自分が孤独だということに、あの頃の俺は気づくこともできなかった。そっか、寂しいことも当たり前になると自分が寂しいんだってことにも気づかなくなる。おじさんと出会わなかったら私もそうなっていたのかもしれないね。さあどうだろうな。だがお前と暮らしていく中で、俺はそんな自分を変えることができた気がする。誰かが家にいる、待ってくれている人がいるってのはいいもんだな。これが家族の温かみというやつか。家族、私が？ああ、少し変わった関係かもしれないが、俺にとってお前は大事な家族だ。だからもしお前が寂しい時や辛い時は、遠慮なく言ってくれ。俺にできることならいつでも力になってやる。まあ何ができるのかは正直よくわからんがな。まだ借金一切返してないからな。ありがとう。さ、そろそろ寝るか。どうだ、寝れそうか。うん、おやすみ、おじさん。おやすみ、はるか。おやすみ。話やったな。ああ。綺麗になったかな。もう完璧に。
和み切ってしまったな。あれ、大物のマグロを釣ろうと書いてる。なんやねんそれ。待って待って、はるかちょっと待ってよ。掃除してるとこに嫌がらせしたかった。はあ、Tシャツとジーパン買ってこなあかんよな。黒票飛脚団にもらえへんか。さあ、寝るか。やっと出たわ。いやー、いい話してる時に出そうやったのにな。もうちょっと静まった時やなって思ってたら、引っ込んじゃったな。さあ、じゃあそういうことで。時間がいい感じなんで、今日はこの辺にしときましょう。ああ、やっぱ俺もまだまだやわ。コントロールでけへん。まあでも、それが、ライブ感ってもんですから。ええ。やっとこれで、ムクロガイも探索できたから、闘技場行ったりとか、できそうやな。あと、大使連れてダンジョン行ったりとか。今までサブイベントが、行く手を遮ってたから、そういうこともできへんかったからね。よし。まあまた、次回。次回はまあメインストーリー結構ガンガンいけるんじゃないかなと思っております。じゃあ今日はこの辺で。はい、お疲れ様です。長いことありがとうございました。また次回よろしくお願いします。